さらに自分の部屋を抜け出し、岡部の車に乗り、運転してさも酔っ払い運転のように見せかけて、2カ所の交通監視カメラへわざと記録を残す。そして車は南条の自宅近くの空き地に突っ込んで止めておく。2時5分、キミコはうなぎ屋を出ます。そしてまっすぐ徳松本社裏の通用口に向かう。5分36秒で到着します。ここは社員用のカードキーさえあれば難なく開けて入ることができます。キミコはここから役員専用エレベーターを使って社員に会うことなく営業本部長室まで行きます。ここまで2分20秒合わせて7分56秒楽に2時14分にファックスを送ることができます。キミコは用意されたファックスを社長室で送信し、打ち合わせ通りにかかってきた南條の電話を受けて内線電話の受話器と逆さに合わせ社長室へダイヤルします。あ、すみえさん、南條です。今ファックス送ったんですけど届きました。届いておりますよ。どうですか。ありがとう。じゃあどうする。不公平な分け前について相談したいの。分け前が何だって。これだけ協力したいって3000万パーツじゃ少ないってことよ。待て、岡田動くな。南条の殺害を受け緊急逮捕する。やめろ。嫌だね。